後悔のパワー。The power of regret を読みました。多くの人が避けようとする後悔ですが、有限の時間を生きる人間である以上、後悔は避けられません。だとするならば、後悔から逃げようとするのではなく、向き合って、それをより良き人生の契機とすべきではないでしょうか。後悔で、 人生後悔前進む過去の出来事に後悔しても過去の出来事は変わりません。だとしたら日本の伝統技能の一つである金継ぎのように過去に割れてしまった断面をかき集めて新たな価値を想像してもいいのではないでしょうか。金継ぎによって新たに生まれた茶番は 異なった次元の不完全などが故の美を生み出すのです。金継ぎで平均次へと進化する。